はい、皆さんこんにちは、ゆうまです。今回の動画は先ほどの映像を見ていただくと分かると思うんですけれども、ベータ FPV で以前購入したドローンがやっとですね届いたので、そちらの開封をやっていこうかなと思います。実際に購入したのはこちらになるんですけれども、本体とバッテリーになります。ベータ FPV のメテオ 65SE というものを購入したので、そちらの開封をしていきます。で、今回は飛ばすところはしなくて、まあ、まだ飛ばせないのでそちらはしないです。で、この開封でどういったものが入っているのかというのを紹介したいなと思います。それではじゃあ行きましょう。はい、じゃあそれでは中身を開封していこうかなと思います。で、届いたものはこれが全てなんですけど、こちらがドローン本体が入っていて、こちらがそれに相当するバッテリーを追加で買いまして、でこれは何かステッカーが2つついてきました。で、ベータ FPV って中国の深圳から届くんですけど、中国のサイトから購入するときとか、あとは、まあ、外国からの場合はやっぱり時間がかかるので、これも頼んで2週間ぐらい経って届いたので、そこは皆さん注意してください。それでは開けていきます。こんな感じですね。はい、じゃあ中身見ていきましょう。で、これがドローンですね。本体マイクロ機 65mm 機メテオ 65SE ですね。多分スペシャルエディションの略なのかな。で、これはプロペラの補助が入ってて、でこれがバッテリーの補助ですね。バッテリーはこの箱だけ頼むと2つついてくるみたいです。そしてこれはネジを外すものですね。ドライバーが入ってました。そしてこれはまあバッテリーなんですけど、まあ一緒ですね。これがただ10本ぐらい入っているっていう感じで、これ1本がだいたい3分から4分の間しか動かないので、まあ何本かあった方がいいかなっていうので買いました。で、このバッテリーもいろんなサイズあるんですよね、ベータ FPV の中で。で、この中でそれ BT の 2.0 っていうものなんで、これは間違えないように買いましょう。バッテリーのサイズ、容量はですね。あ、これが、まあ、あとこれか。これは、ここで充電するのと、あとはチェッカーですね。何ボルトっていうの。で、これを挿して充電するっていった形ですね。多分こんな感じで充電するんじゃないかなと思います。で、これ1個だけしか、その2本しか充電できないんで、これを拡張するものもあるので、それを追加で購入するっていうのもありなんじゃないかなと思います。そして、あ、これも忘れてた、袋にこれもあるんです。これはマニュアル の QR コードですかね。これも一応ついてきます。はい。で、今回このドローン購入したのが、黒のものなんですけど、青のものとか緑色っぽいのがあるんですけど、それも多分全く一緒だと思います。これは自分はちょっと黒がかっこいいなと思ったので黒にしました。そしてとこれはプロトコルが DSMX っていうのしか売ってなくて、自分がこれブラックフライデーで買ったんですけど、その時 DSMX っていうプロトコルしかなかったので、まあ、このプロトコルっていうところは自分の持っている送信機プロポと合わせる必要があるので、そこは注意して購入してください。今回買ったドローンのモーターがですね、 19500kv っていうのを買って、もう一つ 22000kv っていうのがあるんですけど、まあ、自分は今回19500にしました。これ理由としては、公式のサイトにその表が載っているんですけど、こっちの方が、まあ、耐久、この飛行時間はこっちのモーターの方が長いって書いてあったので、そっちにしました。もう一個の22000の方はスピードがこっちよりも速いみたいです。まあそれは自分がどっちがいいかというのは考えて購入してください。まあこんな感じで開封は以上になるんですけども、まあ、また他にいろいろ購入するものがあったら紹介したいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こちらを購入した理由としてはですね、まずは FPV を始める最初の1台練習用としてこちらを購入しました。まあ、小さいんで家の中とかでも飛ばせるので、まあ、練習用として購入したっていうことになります。で、この機体をやっと手に入れたので、まあ、飛ばす前のですね、最後のステップとして開局申請っていうのがありまして、それの今準備を進めている最中です。
でこの開局申請もですねかなり面倒くさい、まあ、手続きとかがあるので、まあ、そちらもですねちゃんと動画に残す予定ですので、まあ、今後の動画も見ていただけると嬉しいです。で他にも FPV ドローンの始め方っていうシリーズで再生リストとかを作っているので、まあ、概要欄とかからつまみ食いでですね見ていただけると嬉しいです。はい、で今回の動画はこれで以上になります。もしよかった役に立ったと思ったら高評価とかしていただけるとすごくモチベーションにつながります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。